そしてもう1つなんとレブロンっていうですね化粧品のブランドなんですけどレブロンでワンダレブロンの,あのモデルをもともとガルガドットさんが勤めてたんですよ。であなんかレブロン商品使ったらガルガドットみたいな肌になれるのかなとかレブロンのメイク用品使えばガルガドットみたいな素敵なフェイスになれるのかなとかちょっとよくよく思ってたんですけど。 なんと今回ですね、ワンダーウーマン1984の映画が公開されるにあたり、こう、レブロンから映画とのコラボ商品が発売、日本でも発売されることが決定しました。<laughs> 嬉しい。なんかね、海外の方で発売されるっていうのを、 ツイッターかなんかで見てて、で、これ日本でも発売しないのかなってすごい楽しみにしてたんですけど、日本での発売は11月26日になるとのことで、いやー、いやー、全部集めたくなっちゃう。すごい可愛いんですよ。でも結構色味は私、化粧品あんまり使わないのと、あの、同じような色ばっか買っちゃうんで、 あ,のあんまりお化粧で遊ぶっていうのはしないんですけどちょっとねこれを機会にいろんな色にじゃあの挑戦してみようかなとか思っちゃいました、うん、まんまと <laughs> でも「ワンダーウーマン」大好きなんであのね「ワンダーウーマン」のねあのマークが入ってるんですよ <laughs> ちょっと発売が楽しみです11月の26日まだまだ先なように感じますけれども意外とねすぐだから ちょっとお金を貯めて待ちたいと思います。はい。